どうもこんにちは。今日はですね、夜間頻尿の親父とおねしょの子供というテーマで話していこうと思います。今日はですね、自分の悩み告白っていう感じですね。で、まあ聞きたいんですけども、まあ、あなたはですね、まあ、寝て起きるまでに何回おしっこに行きますでしょうか。まあ、当然ですね、寝る前におしっこは行かれると思うんですけども、寝て起きるまでに何回起きるかっていうことなんです。多くの方はですね、一回も起きないよっていう方が多いんではないかなというふうに思います。夜寝てですね、朝起きるまで一度も目覚めずに、夜寝る前と朝起きた時におしっこするだけだよっていう方がいると思うんですけども、私はですね、1日1回寝て3回とか4回とか起きます。で、まあ昔のことを思い出すとですね、たまに1回まあ夜寝てから起きるまでに行くっていうことはあったんですけども、今のように、3回4回行くなんていうことはほとんどなかったかと思います。で、まあ夜に結局3回も4回も起きるとどうなるかっていうとですね、朝の寝覚めが悪くなります。で、すごい今みたいに寒い時期ありますよね。で、布団からなかなか出たくない時期になると、もう本当に眠たくて仕方がないっていう感じですね。で、朝起きる時間が遅くなるとですね、どうしてもその日のクオリティが下がるので、本当に困ってしまいます。やることが後回しというか、時間が限られている中でやることがたくさんあって、バタバタしないといけませんし、朝の時間って本当に貴重なので、眠くてうまく動けないと本当に困るわけです。で、まあ、頻尿のことを考えているとですね、よく考えてみると子供のおねしょっていうのもですね、結局夜間の頻尿と同じではないのかなと思うようになりました。おしっこの溜める膀胱の容量が少ないのか、寝ている間におしっこが製造され続ける体質なのか、まあ、その両方なのかですね、その辺は分かんないんですけども、遺伝的に子供がそうなっているのと考えるとですね、まあ私も、子供に申し訳ないなというふうに思ったりします。で、私自身も子供の頃はおねしょを、まあ、ずっとしてたなというところがありますし、小学校の高学年ぐらいまでやってたんじゃないかなと思っています。なので、泊まりがけの学校行事があって、その前はどうしようかなっていうふうに悩んだなっていう記憶なんかもあります。っていうふうに考えると、私の夜間頻尿イコール子供のおねしょという図式が出てくるんじゃないかなと思っています。親子でですね、夜寝てる間の頻尿に困っているということですね。まあ、違いはあるとすればですね、おしっこを、まあ、トイレでするのか、紙おむつにしてしまうのかという違いだけなんですね。となると、まあ、結局自分の夜間頻尿を治すことが、子供のおねしょの対策にもなるんではないかなというふうに考えています。なので、これからはですね、子供のおねしょカレンダーと、私の夜間頻尿カレンダーをつけて、まあ、いろいろ試してみようと思いました。もしですね、私がやってみて効果があれば、まあ、子供でできる範囲であればですね、やってみようかなというふうに思っています。おねしょ対策にならなくても、将来、まあ、同じような体質だとすればですね、今の子供も大きくなって、アラフォー過ぎてくると、夜間頻尿に困ることも出てくるんじゃないかなと思えばですね、まあ、先々に役立つことになるのではないかなというふうに思っています。まあ、とにかくですね、私も今のままでは、朝が眠くてクオリティが下がってしまっているんで、早く対策を勉強して、ここで発表ができればなというふうに思っています。もし、あなたが、まあ、夜間頻尿で、このやり方をしてすごく効果があったよということがあれば、ぜひ教えていただきたいなというふうに思っております。今日も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。